政府は今日の閣議で、能登半島地震の被災者支援のため、今年度の予備費から47億円余りを支出することを決めました。政府は今回、災害対応など急な出費が必要な際に活用できる予備費から47億4000万円を支出し。 被災地からの要望を待たずに支援物資を送るプッシュ型支援を強化します。当面の生活に必要な食料や飲料水のほか、燃料などの輸送に充てる方針で、今回は現地の寒さ対策も必要なことから、2016年に発生した熊本地震の際のほぼ倍となる規模の予備費を支出します。能登半島地震の甚大な被害を受け、 TXN チャリティ募金では義援金を受け付けています。皆様からお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災された方々に届けられます。